万歳！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 3年前にまあ何も全てを失って、そこから少ない人数でずっと活動してきて、この選挙も本当に戦えるのかなということが本当に不安でございましたが、今回の選挙、たくさんの方にご協力をいただきまして、こうやって選挙戦を戦うことができました。スタッフの皆さんに本当にお礼を申し上げたいと思います。ありがとうございました。で、これまで、まあ、比例復活が4回、一度は落選ということで、一度も私はこの選挙区から選んでいただいておらず、国会議員として送っていただいた時ですら、まだ自分は半人前だなと思いながら活動しておりました。選挙区で選んでいただいて初めて一人前になれるというふうに思って、今日までやってまいりました。やっとです。やっと皆さん、この岐阜4区の有権者の皆様の代表として、国会に送っていただきました。もう本当に私は、もう感無量です。本当にどうもありがとうございました。この岐阜県、蟹釜地区、飛騨地区、郡上地区、並々ならぬ思いがあります。皆さんのと触れ合っているいろんなところでも、本当に私は岐阜県で生まれて育ってよかったなと思いますし、逆にこの地域を本当に私は支えなきゃいけない。国会議員の仕事は、もちろん国政の関わることもございますが、やっぱり生まれ育ったこの故郷をしっかり守っていく、あるいはここをどうやって発展させるのか、毎日考えてました。そういう思いをですね、この当選させていただきましたので、国政でしっかり果たしていきたいと思います。このいただきました皆さんへのからの期待は、絶対に裏切らない。私は3年間の思いを絶対に忘れません。その気持ちを忘れずに、これからも仕事をさせていただきますので、今後ともどうぞご支援をよろしくお願い申し上げます。本当に皆さんどうもありがとうございました。